はい、どうもこんにちは、スペルモンです。ルモンです。はい。イエイ。1ヶ月ぶり。こんにちはです。これ1ヶ月ぶりですね。はい。またこの時期がやってまいりました。何の時期？新規姿勢。あ、そうですね。そんな時期ですね。ルール改定もちらほらあるかもしれない。あ、わかりました。ルール変わるかもしれない。新マスタールール2になるかもしれない。そう、その可能性ある。可能性ある。うん、なんか新しい召喚方法が。このタイミングで。このタイミングで。まだアニメ終わってねえよ。終わってないよ。さあ、だからね。先日、3月12日に、新禁止制限が発表されましたよ。発表されましたね。見ましたよね。まあ一応。はい、どうでした？じゃどうですか？まあ今、それを今から話すんだけど、うん。大丈夫。パッと見の感想。パッと見の感想。まあ、テプラと一緒な感じ。特になし。じゃあなんでこの動画選んだよ。俺も特にねえんだよ。そうかどうか迷ったもん、俺も。俺も、正直。俺もどうするって連絡来た時に。撮んの？一応やるだけやっとくかみたいな。やるかみたいな感じ。はい。やりましょうか。というわけで早速、ちょっと禁止カードから見ていきましょう。新禁止カード。はい。はい。レッドアイズ、ダークネス、メタルドロー。でしょうね。うん。まあ、冷静に強いよねっていう話。まあ、それは禁止になる。うん。はい。以上です。以上。次行きますか。はい、次行こう。じゃあ次。新制限カード。はい。ピードレド、ベイゴマックス。週末の騎士。サンダーボルト。規制組について？まあ当たり前だ。まあなるよな。まあなるよな。おめえら逆になんで今までなんなかったんだ。そうよ。ほんとそれ。よくなんなかったね。週末の騎士についてはちょっと遅すぎると思うもん。じゃあ使ってて、こいつ規制限じゃねえってずっと思ってた。やべえよ、週末の騎士。ベイゴマンもそうだし、ベイゴマンもいいよ、もう。はい。ね？サンダーボルトかな？まあいいんじゃない？まあ強いっす。汎用性ってことで。トップでどうにかしてくれるカード。どうにかしてくれるカード。次。純制限、はい、今回、規制組なしです。全部緩和。全部緩和。4枚あるけど全部緩和です。はい、神竜剣士、ダイナマイト、ナックル、うん、持ち帰る、ヒーローアライブ、リミッター解除。はい。上から、順に見て、ダイナマイト、ナックルからですか。はい。どう？いいんじゃない？はい。じゃあ次、持ち帰る。俺もこれダメだと思う。ダメです。うん、強い。自己完結してるじゃん、あいつ。別に自分も回収できるから。そうなんだよ。だ1枚は自分回収して、もう1枚別のカード回収してとかできれば、ちょっとまあ強いんだよ。思うので。ダメです。ちょっと、これは。別にヒーローアライブ。まあ、お帰りって感じだね。そういえば、いたね。この人勝てたね。お帰り。はい。はい。リミッター解除。お帰り。これを交通事故案件だろ。お帰り。リミッター解除、お帰り。これを交通事故案件だろ。まあ、正直そうだ。これ絶対さ、なんか気がついたら引き殺されるってあると思う。正直そう。交通事故案件だな。でも、環境にはいないから。なんでも、ちゃん、列車みたいな、ハイパーパワーデッキが、リミカイを手に入れたことによって、いや、何かする前に殺せば関係ないから。うん。それで、ワンチャン入賞する可能性ある。俺はもう、そういう、バカなデッキ大好きだ。もうね、知らないと。もう1万ぐらいでぶん殴って勝つ。っていうデッキ大好きだからさ、そういうデッキが優勝とかしてくれることを俺は望んでいる。望んでいる。もう完全に事故だけどな。事故れ事故れ。完璧不良の事故れ。じゃあ次。はい。はい。もう制限解除組。エンタメージダメージジャグラー。はい。フェアリーテイル下駅。はい。源流聖望天光。はい。ユニオン格納庫。はい。神の警告。一応一枚ずつ見る？ダメージジャグラー。うん。お帰り。なんかいい、遅すぎる感あるけど。遅い。うん。お帰り。はい。次、次第期。すげえ個人的な話をすると、嫌だ。嫌だ。理論的な話とかではなく、嫌だ。嫌だ。俺こいつ嫌い。はい、以上。次、暴天荒。暴天荒さんってか、まずいた。あの人。そういえば制限でしたねっていう。あの人もう、席ないだろ。制限とか準制限でしたね。一人いれば十分だろ、あの人。そうだよね。次、ユニオン格納庫。俺これ嬉しい。帰れ！いや、おうちだから。ね、帰るためのおうちが。まあ、一体ずつしか入れねえんだから1枚でいいだろ。いや、ユニカクはね、3枚でいいと思うよ。ユニカクの子3枚、ABC 全1みたいな。なんで3枚入れてんだよ。いや、引きたいから。はい。神系です。これもお前の席ねえから10なんだけど。でも、いいじゃん。いいじゃん。トラップ使うようなデッキとかってさ、専用のいっぱいいるじゃん。ああ、さ、専用トラップ。あ、でも、あれじゃん、オルターガイストとか。あいつらだって、もう、あいつらがそういうのじゃん。てかさ、オルターガイストに多分、神系は入っても2枚じゃん。3枚入んねえじゃん。あ、でも今俺、神系入れてないわ。戦国と通国だけだわ。入れてねえんじゃねえか、結局。そうだね、入れてなかったね、俺。結局、席ねえんじゃねえか。お前、ちょっと2枚の時点でも席がなかったって。まあそうだね。人によっては入れるから。まあ人によって、それ趣味だろ。人によって。そんなこと言ったら全部そうだよ。
どれとか、人によっては入れるからって入れとけば、そうね、まあまあ、そういう考え方もあるよねっていう、ね、うん、まあ、いや、わかる、だって俺は単純に警告、俺は純粋に使いづらいと思ってるから、1500とか半分とかって払いやすいけど、2000で絶妙に払いづらいんだよね。そう、あくまで体感ね、これ。全体的にどうすか、全体的にどうだろうね。今回はね、いいんじゃない別に、うん。ちなみにあれ、どれ解除してほしかった、これ解除してほしかったとか、あるいはこれかけてほしかったとか。かけてほしかったのはね、いっぱいいる。いっぱいいる。疑いそう、全般。いっぱいって言えば、俺の嫌いなカードでいいから、嘘に要約すると。俺の嫌いなカード全部ぶっこんでほしかったっていう。俺疑いそう、全般は冗談よ、うん。でもね、真面目な話、メルシーカーかかっていいと思うよ。言うてもだな。メルシークがダメ。だからメルシーク言うてもただ強いだけだよ。いや、強いじゃん。あとね、あれ、サブテラの決戦。頭いってんだろ。あの、言いたい気持ちはわかるんだ。頭いってんだ。あの、俺サブテラと戦った時に、ガチで決戦に対しては死ねって思った。思うでしょあれ、思った。使われてガチで死ねって思った、うん、あれ、死ねって思うっつうか、もうあれ、普通ダメだよ。あとね。うん、ガンドラって言おうと思ったんだけど、あと、ガンドラ、ガンドラ、はい、でもさ、うん、リミット解除来てるからいっか。それなに、あの、まあ、ガンドラは禁止すべきだけど、リミ解帰ってきたから許してやるよみたいな、うん、そういうこと。いや、てかもうさ、よかれだ、もうリミ解によってさ、もう高校ワンキルは率は高まったわけでございますよ、うん、ガンドラよりも成功率低いといえど、うん、ね、で、もともと先行性やつあるし、で、それ OK ならガンドラよくない？もうどうせ殺すんだから、うん、先行で殺すか、皇帝でワンショットキルするか、それとも3ターン目の開始で殺すかの差だろうと。そう結局、俺は何もできずに死ぬんだろうって。なら殺せよって話ですよ。ただ潔くもうじゃんけんに負けたらお前の負けだにしてくれと、うん。なら殺せって話ですよ。俺からすると。どうせ何もできずに死ぬなら、クソさと殺してくれ。うん、あんなのさ、あれだからね、歩道が歩いてて、車が40キロで突っ込んでくるか、60キロで突っ込んでくるかの差だから。結局死ぬの変わんねえんだ。勝ったらさっさと殺せた。さっさと殺しなさい。なるほど。まあ確かに、先行ワンキルしてないからいいでしょっていう制圧盤面敷かれるよりは、すがすがしいのがわかるかもしれない。まだ一理はあると思う。まあ、全員が共感するかは別として。共感するかは別として。一理はあると思う。これは個人の感想です。これは個人の感想ですね。考え方は人それぞれ。画面の下の方も見てる。そう、薄くかかってる。この動画以降の紹介動画は、まあ、新しいリミットレギュレーションの方でやるんですけども、対戦動画。対戦動画は3月いっぱい、現行ので、行かせていただきます、うん。そうですね。もし、紹介してほしいデッキとか、今のうちに見ておきたい対戦とかあれば、ね、コメントでリクエストお願いします。というわけで、ここまでのご視聴誠にありがとうございました。ね、よろしければね、高評価、うん、チャンネル登録、よろしくお願いします。あの皆さん、禁止制限について、今回のリミットレギュレーションについて何かありましたら、そこら辺のコメントもくれると嬉しいなと、はい、お願いします、はい。というわけで、ここまでのお相手は、桜エルモンと、クロンでした。バイバーイ。